ソルダーノの良さがこの小さいボディにしっかり凝縮されてます。
さん、はい、前に小型のアンプヘッド SL をミニというのを弾いていただきましたが、うんうん、はい、今日はペダルです。スーパーリードオーバードライブペダル、はい、まずはマーシャルのクリーンチャンネルとクランチチャンネルにまたそれぞれ接続して弾いていただきましたが、キメの細かい感じでソルダーノの音がちゃんとしてる感じがあって、うん、ソルダーノのサウンドって言ったら例えばどんなギタリストを思い浮かべます、うん、エディも使ってましたよね。そうですよ ねバイとかも使ってたかな。あ、ですね、一時期ね、うん、そう、なんかやっぱすごくツヤのあるロングトーン、うんうんうん、で、きめ細かいっていうのがなんか印象的ですね。なんかクリーンチャンネルで弾いた時と、うん、クランチチャンネルで弾いた時とかなりキャラクターが変わりましたけど、まあ、クリーンで使うとこのペダルの良さがしっかり出てきめの細かい感じで、今日はマーシャルのクランチでしたけど、あのしっかりこうブーストしてくれる感じもあって、でトーンの感じがちょっと変わるのかな。でもトレブル、ミドル、ベースちゃんついてるんで、もう割と幅広くサウンドメイクはできるかなと思います。
フェンダーツインアンプのクリーンチャンネルとオーバードライブチャンネル、またそれぞれ弾いていただきましたが、はい、やっぱコンボなんでミッドが強いんですけど、このペダルの良さは十分出てるんじゃないかなと思います。なんかマーシャルの時にものすごいあったエッジ感が適度に薄まってみたいな印象が、うんうんうん、そうですね、まあ、好き嫌いだと思うんですけど、あのコンボアンプでも十分、まあ、当然あのプレゼンスとトレブル上げれば、うん、さっきと同じぐらいのエッジ感も出てきますし、うん、あとあれですね、ディープスイッチ、そうですね、なんかこうより低音が強調されて、うん、弾く内容にもよると思うんですけど、トーンの感じもだいぶ変わるので、オンにした上でベースとの兼ね合いとかで作っていくといいんじゃないかなと思います。